と、魂のクリスタルはどれくらい抽出できたのだ？全人口の4割弱といったところかの。まさか、クリエイターって、そんな…これが連邦のシステムの正体です。うさんくさいとは思ってたけど、こんな騙され方って…クリエイターが良き世界を作る。その通り、バハムート軍にとっての良き世界を作ります。一生平和で争いもなく暮らせるし、食べるものにも困らない。ええ、彼らの魂はクリスタルにされ、バハムート王の居城にて平和で争いもなく食べるものにも困らないでしょう。仕事も、ただ自らエネルギーとなるだけなので、のんびりと生きているというわけですね。だから嘘はついてないって。ふざけんなよ。そうなのです。こんなの許せないのです。シルクはこれを知っていたの？私は一度ここに入れられたんです。マジかよ。最初は連邦を信じてクリエイターになりました。そしてここに入り、魂をクリスタルにされる寸前。ただ本当に偶然、事故でシステムが止まり、逃げることができたんです。そして魂を傷つけられた私を保護してくれたのがシンラでした。それで私たちはこの事実を知り、連邦に対抗する活動を開始したのよ。でもこの騒ぎが起きるまではここカテドラルに侵入は果たせなかったわ。そして分かった、ここが奴らの居城への入り口だって。ここが？もしかして鎖？あの鎖はクリスタルを運ぶ道？そうです。ここで抽出された魂のクリスタルは鎖を通じて居城に運ばれています。でもどうやってその鎖の中を通るのですか？人はオービトだけ、オービトだけが入ることができるらしいわ。アウィンさんから聞きました。彼女はこの道に入り居城に向かったのです。姉さんが？オービトでもあるバハムート軍専用の道、ミラージュを使うオービトのみが鎖の道を歩めるって。だから。なら行くしかないだろう。うん。だろ姉ちゃん、俺たちしか入れないってなら、もう絶対行くしかねえって。そうだね。よっしゃ、連中ぶっ潰してこの世界をサクッと救っちまおうぜ。そうすりゃ引き金を引いたかもしれない分はチャラになるかもしれないしな。力が足りないと。